ミティンさん、または、遊戯法は、中華人民共和国とモンゴル国の国境にある山で、ある。標高は4374メートルで、モンゴル国の最高峰である。ロシア、中国、モンゴルの国境地帯に連なるタワンボグド連山の5つの、峰の1つで、山頂は万年雪に覆われている。山名はモンゴル語で、寒い山の意味である。かつてはこの山が、 ナイラムダル山と呼ばれていた。これはモンゴル語で、友情の山の意味で、中国語では、遊戯法となる。現在、ナイラムダル山は、タワンボグドの別の山の名前になっているが、中国語名の遊戯法はそのままになっている。この山の約 2.5km 北方に、モンゴル、中国、ロシアの三国国境となっている標高 4081m の峰がある。 三国間協定及び地形図では、この峰はタワン・ボグドボン、またはクイトヤ山と呼ばれている。1963年にモンゴル政府の支援を受けたモンゴル隊が初登庁に成功した。ありがとうございます。